ブログとかにバナーを貼り付けて、そ,れそこにクリックされたらあなたに収入が入る、このアフィリエイトってものはありますけど、あれ正直言ってめんどくさいです。ブログの記事を書いたりとか、あとアフィリエイトから詳細を探したりとか、非常にめんどくさいです。ただ最近ですとツイッターでできるアフィリエイトってものがあります。今こう画面に出してるツアードってものがあります。TWAD。そういう風に書いてるんですけど、ここは非常に便利です。ここもアフィリエイトなんですけど、 ここはあの指定されたことをつぶやくだけでお金が入ります。100円から1000円です。ただ何でもつぶやけばそれに対してお金が入るわけではなくて、ツアードに登録して、それ登録したあなたにそのオファーって言って、あの指示が来ます。例えばいろいろな会社からこういうつぶやきをあなたのツイッターのアカウントからしてくださいっていう、そういう案内が来ます。それで指示された通りのこの文章。まあ多少のアレンジも許されますけど、 まあ、ある程度指示された内容で、つぶやきを書いて、それをツアードに登録しとくと、時間が来たらつぶやいてくれます。それそのつぶやきに対して、この100円から1000円の収入があなたに入ります。これ、ツイッターのアカウントを持ってるだけで可能です。ツイッターのアカウントを取って、それでツイッターの ID でツアードのアカウントを取るだけ、それだけです。それで、まあ、1ヶ月に2、3回なんですけど、ツアードから案内が来て、 それに対して、つぶやくと、お金が入ります。まあ、私やってみたんですけど、あの、実績が貯まれば、どんどん自分に対して、このつぶやきの案内が来ます。私まだ実績はないですので、一週間に一回程度なんですけど、実績があれば、つぶやきの回数、つぶやきの依頼の回数も増えて、しかも一回あたりの単価、それ、最初100円なんですけど、どんどん上がってって、マックス1000円ぐらいになるみたいです。 まあ、登録も無料で、まあ、特にリスクも、あの、めんどくさいことないですので、ぜひこのツアード私のこの動画の下に URL を用意しておきますので、そこから登録してみてください。必要なものは Twitter のアカウント、それだけです。まあ、今までやったアフリエイトの中、アフリエイトの中、アフリエイトの中で一番楽だと思います。呟くだけです。指定された内容をキーボードから呟くだけです。下手すれば、 この指定される内容、そのまんまあなたのツイッターに貼り付けて、それ投稿すれば、このアフレートの料金が入ってくる。そういう案件もありますので、お得です。ぜひツアードを試してみてください。以上です。